みたいな感じになってる。なんか語った方がいい。でもすごい手ぶれしてるわ。ロンドンのホテルはこんな感じです。ママさん、スプリングが柔らかすぎいいとおっしゃってますが、メインのベッドで眠ればかわいいね、この感じ。チェックイン。わあ、ロンドンの街が見える。お風呂場、じゃーん。お風呂場かわいい。今日は結構長い時間フライトに乗っていて、4時間ぐらい乗ってたよね。まあでも13時間ちょっとぐらい乗ってました。やっと着いて、ほっと。一息。でも日本時間で今多分1時ぐらいだから、夜のすっごく眠いです。普段だったらもう寝てるね。そんな感じで今日は何をしようかな。こちらは今、夕方の5時でございます。街ブラナウ。はい、しゃっくりが止まらないけど、誰もいないから響く、しゃっくりが。今ね、8時、夜の。8時半。8時半です。8時半だけど、やっぱ明るいよね。めちゃめちゃ明るい。旅の疲れもあって、もう眠いです。夜ご飯を食べに来ました。おしゃれなお店。ねえ、かわいい。あ、こっちにもいる。朝食会場に来ました。すごくかわいいよ、朝食会場。こんな感じ。バッキンガム宮殿の中を見てきました。でもあの中は絶対に撮ってはいけないから、もう外に出てからしか撮れないんだけど、すごい楽しかったね、うん、ここがバッキンガム宮殿の庭園です。ガーデンパーティーとかが行われるところらしいよ。街歩きしてます。なんか私と並ぶとなんか早くなんかめっちゃ白い、もしかして白い。マティルダ、あそこもすっごくかわいい。コベントガーデン来たよ。うわ、なんか懐かしい。
コメントガーデンさん昔よく来たよね。着きました。はい、ハンニャ、ここはどこですか？ここはロイヤルオペラハウスでございます。ロイヤルオペラハウス。ありがとうございます。乾杯。手のひらより大きいもん。ほら、これもまあでっかいけど、あ、こうやってやったらすっごい大きく見える。これがアサヒスーパードライ、日本でも飲めます。こっちは名前忘れたけど、なんかイギリスのビールで、ね、大きいんです。大きいです。ございます。おはようございます。今日は今から一瞬バッキンガム宮殿を見てノッティングヒルに向かいます。イエーイ。なんか空の色いい感じ。見て、ここも綺麗。あー、お腹いっぱいでいいね。ね、ええ、すごい、オウム乗ってる。オウム乗ってるおじさまがいた。ハトが寝てる。怖いよ。あれ寝てる。お休み中。右側やばい。右側。もう秋みたいだよ。ね、なんか雨降った後だからなおさら。秋を噛みしめてます。マリコさんが昨日言ってたの。ん？もう8月は、イングランドは秋だよって。だから結構寒いよって。輝いております、この黄金の門が。はい、バッキンガム宮殿のじゃーん入り口、正門。正門、昨日はこの中に入っていろいろ見学したんだけど、今日はまあこの表を見る見るためだけに来た。曇ってるけど結構眩しいね。ママ、はい、とりあえずメトロに乗ります。誰もいない、まあ、あと10分後ぐらいに来るよ。かわいい、色がめっちゃかわいい。このパステルカラーがいい感じです。とってもかわいい お家が立ち並んで。これはギリシャ料理だって。閉じてるけど、閉じてるけど、なんかプライベートパークみたいな、めっちゃいますよね、この辺。え、これもプライベートパーク？ここら辺に住んでる人しか
鍵がなくて入れない。え、すごい。本当だ本当だ。プライベートガーデンって書いてある。ほら、住民だけしか入れない。ノッティングヒルに来たよ。こうやってやるとみんな映る。かわいいよね。こういうの撮って。いや何やら。本当だ。何これ。タイルとかもかわいいの。本当だ。いいね、いいね、いいね。どう？美味しい？美味しいです。こっちのビールってなんか泡はなくない？シュワシュワなくないですか？あのヨーロッパ、特にイギリスって泡を楽しまない文化で、泡をいかに消すかみたいな。そう、日本だけなんだよ泡飲むの。え、そうなんですか？そうそう、だってこっちの人泡削って出すもん。だからこんな泡ないの？そう、泡ないの。なんかコーヒーみたい。そうそう。あ、もちろんです。ママ辛いの好きだからいいんじゃない。グリーンカリーも食べてね。食べるよ。辛くないですよ、そんなに。これの方が辛い。ちょっとビビっていいよ。レミゼ見ながらお腹壊したら最悪です。レミゼ辛いね。最高です。最高。3回見た。こっちで。うちまだ1回しか見てない。ニューヨークも住んでたから、ニューヨークのブロードウェイのレミゼとこっちと全然違うの。あの詳しくは言わないよ。どっちが好きですか？両方全然違う。なので舞台の舞台装置が違うのっていうのも多分見れば分かると思う。楽しみ。こんな感じで初めてのレミゼ楽しみにしてたので嬉しいです。はい、今終わりまして、もうすっごい感動した。よかったですね。よかった。泣いちゃったの。もう声量も素晴らしいし、演出も素晴らしいし、初めてレミゼラブルのミュージカルを見て、本当に今日来てよかったって思ったので、ぜひ皆さんロンドンに来た際には見てみてください。本当におすすめです。めちゃくちゃ感動した。わ、音がすごい。わ、わ、すごい。めちゃくちゃ感動した。夜の雰囲気もすごい素敵で、なんかデートごとにも良さそう。泣いちゃうと思うけど感動した。もう一回家帰ったら映画の方も見たいなって思いました。すごい本当に良かった。あ、語彙力を失った。でもね、ちょっと足がむくんだので帰ったら休息時間を張りたいと思います。ちょっとこれがソルジャーっぽいでしょ。かわいい。スカーフ巻いちゃってはい、はい、はい、あー、こんな感じ。この反対側が完全にチャイナタウン。お二人、お二人、レミゼの感想。楽しかった。楽しかった。夜は寒いのでお昼の格好にスカーフを巻いてます。このアーチが、あそこのアーチが可愛い。夜の街歩き。これボンドストリート？ボンドストリート。あ、影があるよ。ザリッツは夜も素敵です。ロンドンのテラファンバックス。なんか日本食多いね。ここもヤズ寿司。なんか入ってみます。これ英語のメニューと、人もここら辺はね、なんかでもちょっと難しい。美味しい。
湯気がすごい見える。ラムシャークなるものを初めていただいてみます。いただきます。おいしい、ね、眠くなってきた、うん。